トーマス・ヘイレンは、ドイツ・リー・インスラー県出身の法律家であり、専門は、情報法及び、メディア法である。トーマス・ヘイレンは、1980年から1987年まで、ミュンスター、チュービンゲンそして、ロンドンにて進学及び法学を学んだ。1986年学位取得。1987年司法試験第一次、試験合格。 1989年法学博士。1991年司法試験第二次、試験合格。教授資格論文は、銀行法及び保険法における自主規制である。平連は、1995年から1997年まで、デュッセルドルフにあるハインリヒハイネ、大学法学部教授を経て、1997年4月から、 ミュンスター大学法学部教授である。ヘイレーンは、情報法、遠距離通信法及びメディア法研究所の民事法の部署を担当している。彼は民事法、ビジネス法、法情法学の指導権限を有している。さらに、ミュンスター大学にあるヨーロピアン、リサーチセンターフォーインフォメーションシステムズに研究者として勤めている。ヘイレーンは、 1994年から2004年まで、欧州委員会の情報技術法律顧問委員会の法律顧問、そして欧州委員会の知的財産、タスクフォースグループの委員、1996年から2011年まで、デュッセルドルフ上級地方裁判所裁判官、2012年から2014年まで、ミュンスター大学法学部学部長を務めた。ヘイレーンは、 現在ドイツネットワーク情報センター共同組合の学術顧問会及びザンクトガレム大学情報法研究センターの構成員である。2000年から世界知的所有権機関にドメインネームのパネリストとして参加している。2004年からオックスフォード大学ベリオールカレッジインターネット研究所の構成員、ドイツユネスコ委員会の通信及び 情報専門委員会の委員、大学教員協議会の作業部会、新しいメディアの構成員、ドイツ産業権保護及び著作権協会を勧行した。ヘイレーンは、既婚で二人の子がいる。彼は、シュタインフルトで暮らしている。1995年から、独日法律家協会会員。2001年には、新潟大学客員教授。2003年、2005年、2009年。 および2016年には九州大学客員教授を務めた。1999年および2003年に東京にて開催されたソフトックの会議にパネリストとして参加した。2016年9月福岡県糸島市にカメラマンとして滞在した。ミュンスター大学トーマスヘーレンウェブサイト2016年11月18日閲覧。 ソフトックシンポジウム20032016年11月18日、閲覧電子契約の成立2016年11月18日、閲覧ミュンスター大学 ITM、バートローンゼダゼント、トーマス・ホーレン・エアハールとダイダロス・ムーンゼ2018年8月10日、閲覧。ありがとうございます。